バックストレートボーイズの石畑です。今巷を賑わせている、国産港カートについて今回は取り上げてみたいと思います。はい、今日はですね、港カートの開発ドライバーの小早川渡さんにちょっとお話を聞いてみたいと思います。小早川さん、よろしくお願いします。はい、こんにちは。はい、この今、売り出し中の、はい、あの港カートということですけど、はい、一言で言ってこの港カートの特徴っていうのはどういうところ？特徴はこれ見てもらったら分かるように、基本的にはOTK トニーとかコスミックとかのパーツが流用できるようになってて、ただそのトニーコスミックに足らない分、例えばフロントのシャープさとかそういうのを出すために、ちょっとフロントのメンバーの剛性が高かったり、あとパイ数が太かったり、見た目は OTK シャーシに近いけれども剛性が全く違うっていうところで、すごく乗りやすい車にはだいぶ仕上がってきてます。そうですね、私も先週乗せてもらったんですけど、乗りましたね、はい、かなり乗りやすかったですね。そうですね、だらっとした感じがなく結構シャープに動く車になってきたかなと。そうですね、あとは振動がすごく少ないなっていうのは思ったんですけどね。そうですね、振動はわりかし少ないかもしれないですね。いろんなものがついてるんで、車に振動を抑えるものも、そういったところでだいぶ振動は体には優しい車かなと思います。あとこれは今 OTK の部品をつけてってことだったんですけど、はいはい、他のメーカーのものも、もう一応これから展開は考えてて、現状ちょっと今のビレルの車で、はい、ビレルのパーツを使ったもので、テストはしてはいるんですけども、されてるってことですね。ちょっとまだどこまで煮詰まっていくかはわからないところで、現状今皆さんこれ購入して乗られてる方は OTK からの乗り換えが一番多いかなと。これちなみに今あれシャーシのお値段っていうのはどれぐらいで、基本的な骨のみでの販売で、はい、多分骨のみで22、3万だった気がします。あ、それぐらいなんですね。はい、であれば外国製よりはかなり全然安いと思います。安いあれですね、はいはい、コンプリートの販売はまだ予定は今のところは、そこまで追いついてないですね。そういうことですね。開発が重要ということで、じゃあ開発がもういい感じに詰まってきたらそういう展開もあるかも。あると思いますね。ということですね。特に今円安なんで。あ、確かに国産は輸入車高いんで国産車の方がいいかなと。わかりました。そういうカードでした。はい、小早川さん、ありがとうございました。さあ、では、細かく見ていきたいと思います。まず後ろのベアリングホルダーは2つついてますね。これも何かセッティングに秘密があるのかもしれません。2ベアリングにしてありますね。見た目はこのように、OTK の部品がついてるんで、プロトタイプのコスミックのように見えるんですけど、こちらは、先ほどは小早川渡選手の、カードだったんですが、これがタマダン登場した2代目ですね。栗原美宇選手の方の港カートです。こちらはですね、フロントの部分がまたちょっと違うらしくて、また違う特性を持ってるそうです。でこのようにまだ溶接はロボットじゃなくて、これ手の溶接のようですね。綺麗に、職人技で安心できる作りになってるんじゃないかと思います。ここなんかもう本当手で職人が溶接したって感じですよね。これがまた小早川選手のカートに戻ってきました。このナックルが、これはきっとオリジナルですね。ナックルはOTK のをつけてる場合もあるし、オリジナルの、ナックルがついてる場合もある。この辺りもまだセッティングを出してる途中なんだと思います。どうでしょうか。なかなかね、私はこのカート、外国製と比べてやっぱり10万ぐらい安いんで、かなりいいんじゃないかとは思ってます。さあ、今度は後方から見たカートの動き、ちょっと比較してみたいです。この今目の前を走ってるのはトニーカートですね。その前を走ってるのが小早川渡選手の港カートになるんですけど、トニーカート、これドライバーの癖とかもあるんですけど、かなりリアがね、リフトしているのが分かります。そしてちょっとリア周りが、ポン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 跳ねる感じが、あるのも、この画像では、見受けられる感じなんですけど、これが、トニーカートの動きかと思います。さあ、今度は港カートです。
ほぼ同じような場所で撮ってみたんですけど、一番差が出るのがこの先の2コーナーになります。綺麗に安定してます。さあ、そしてここの2コーナーのブレーキングで一瞬こういう風にリフトするんですけど、ハンドル切ってリフトするのがあんまり長くないっていう形で、一発で綺麗にあの方向が変わってるっていうのがこれで分かってもらえるかと思います。さあ、そして私も、港カート試乗させてもらいます。OTK のカートは何度も乗ったことあるんですけど、私はあの柔らかさがどうしても好きになれなくて、ちょっと苦手だなと思ってるんですけど、さあこの港カートはどうでしょうか。まずはこうフロントのメンバーが32回ということで、フロント周りの剛性は高くなってると思います。さあピットロードを出て、今から入っていくんですが、もうこの時点でですね、本当に振動がない滑らかな走りをするカートだなっていうふうに思いました。そして、まだウォーミングアップなんですけど、感じたこととしては、OTK のカートと性格は似てるなっていうところはありました。粘って曲がっていってくれるっていうところは、あの OTK のいいところを生かしてるなっていうふうな感じがするんですが、やっぱり硬いカートですね。トニーコスミックに比べると、硬めの味付けがしてあって、OTK のカートで、コーナーでハンドル切った時に、じわりじわり、もうシャーシが曲がってるのがわかるかなっていうぐらいの粘る感じがなくて、一気に方向が変わっていくタイプのカートになってます。このあたりが、その小早川選手が最初の冒頭の紹介の動画で、話してましたけど、やっぱり OTK のちょっとだるい感じがするところ、そこをシャープにすることによって、旋回性の高さとかこの辺りを高めてるんだと思います。まあ、外国製のカートはやはりヨーロッパの広いサーキットを走るために作られてるんじゃないかと思いますので、日本の、まあ、1キロ未満の、コースが多い中では、やっぱり外国製より、そういう日本の特性が分かった、上でカートを開発していった方がいい結果が出るんじゃないかなと思ってまして、その辺ではこの港カート私かなり期待してます。この先のね、開発どのように進んでいくか、これもね、今後注目していきたいと思います。今回の動画が良かったよ、参考になったよという方は、チャンネル登録や高評価を押してくださると嬉しいです。あと動画に関する感想や質問などもぜひコメントで教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。